宇治市立二宇寺中学校は、京都府宇治市伊勢田町南山にある公立中学校。1947年の学生改革に伴い、当時の癖郡に設立された2校の新生中学校を源流としている。この2校は新制度発足直後ゆえに、専用の校舎はなく、南癖中学校が、寺田小学校と南部青年学校を、北癖中学校が、 小倉小学校と城南高等女学校を曲がりする形での開校であった。専用の校舎を持つ中学校となったのは1年後の1948年のことで伊勢田の日国工業附属病院だった建物に両校を統合した後、家村組合立久瀬中学校が開校した。その後ご家村組合立久瀬中学校は1951年3月に 小倉村と大久保村が宇治市に編入されたことに伴い、宇治市、久津川村、寺田村、富野正村組合立久世中学校へと解消。同年4月には、常用町誕生により、宇治市、常用町組合立久世中学校へと再度、解消している。このような歴史的経緯から、両市町の生徒が通っていた久世中学校だが、常用町から、 電車通学が必要なことや建物が手狭で老朽化していることなどが問題となり、久世中学校を発展的に分離して両市町に独立した中学校を設置することが決定した。1956年に常用町立常用中学校が開校すると、伊勢田の旧久世中学校は宇治市立西宇治中学校となった。2年後の1958年には新校舎が完成し、 ようやく中学校らしい姿となった。1960年代後半を迎えると、校区内の宅地下により西宇治中学校の生徒数も急増した。鉄筋校舎は相次いで増築したが、それ以上の勢いで生徒数は増加したため、1972年には主に小倉地区を宇治市立北宇治中学校へと分離した。四年後の百七十六年には主に、 大久保駅周辺地区を、宇治市立南宇治中学校を分離。1984年には、宇治市立広野中学校を分離している。西宇治中学校記念誌編集委員会、30周年、記念誌、日々に新たに、P16、1977年12月上用、中学校創立30周年記念実行委員会、創立30周年記念誌、石杖、P13、 1986年4月20日宇治市、教育委員会、宇治市の教育2009年常用中学校創立30周年、記念実行委員会、創立30周年記念誌、石杖 P8、1986年4月20日常用市、教育委員会、平成21年度常用市の教育2009年。ありがとうございます。